一回一回して。赤同じとこね、なんだし。噂しく食った。アワープリング取ろうよ。ギブ。ギブ。あんた。こいつやばいよマジで。デコピン交互ルールで痛くなってる。これだから。ギブって言ったの。やばくないこいつ。ほらこんな感じ。何で言ったお前。今のは痛い。何だよごめんね。いやお前だよ。今のは痛かった。どこだった。びっくりビンタ。ここがほうだよなめっちゃ。やろうか。痛い。毛めっちゃ生えてる。前の問題だ。めっちゃ生えてる。だってお前胸毛すごいよ。ほんまにある。胸毛めちゃくちゃすごい。行くわよ。一斉のでバンバンジャイ、はい、ニューです。はい、今日は、はい、久しぶりに3人でこういう風にねトーク企画を取れるんですよ。おー、うん、お前久々か。3人でトーク企画は久しぶりじゃない。うん、そっか。だよね、うん、ということで業務スーパーってあるじゃないですか、うん、業務スーパーめっちゃ好きなの私。え、でもめっちゃ好き。なんかいいよね、うん、なんかコストコも好きなんだけど業務スーパーみたいに本当なんかスーパーの裏側知れる的な。あーなるほどね。作りが超好きで、ね、しかもさ、なんかコストコってさ海外チックじゃん、うん、業務用スーパーってなんか日本って感じじゃん。めっちゃ好き。俺経験ないんだけど行ったことある。札幌にある。あるあるある。あるんだ。てか本当にね、あのお母さんとか絶対知ってるよ。大家族とかの人とかは業務スーパーで買い物してるイメージがある、うん、めっちゃ知ってた。お母さんとかやっぱするよね、大容量だし、うん、っていうのでですね、今回は業務スーパーで1万円分お買い物してきました。やった。お得なんですよ。これ全部じゃないのね、うん、1万円分が。今裏であのマネージャーがちょっと料理をしてくれてるんだけど、うんうんうん、まだまだたくさんあるんですよ、はい、なんで今日は業務スーパー大パーティーを開きたいと思います。いや、いいですね。お腹すいた。わかる。今日ご飯食べた人。はい。何食べた。あのスターバックスラテと、うん、ハムチーズフランスパンみたいな、うんうん、あのさ、今日この企画やるよって知ってたよね、うん、なんでいつも企画の前にさちゃんとご飯を食べちゃうの。今日集合早くてみんなより2時間早かったんだけど、うん、その時にまあ ちょっと食べようかなって思って。あ、時間が、うん、いいんだよ。2人がゆっくり家とかでしてる時に、うん、俺結構一足先に来てた感じがあったから、うん、でもさ、その時スタバいいかな。食べようね絶対。まあまあまあ、まあ、もちろん出るからにはもう、うん、やめよう、うん、もしもあの今日の動画でコメント欄1個でも石、また食べてないじゃん全くみたいな、うん、コメント来たら、うん、ダメだよ。分かった。一個でも来ちゃダメね、うん、あと美味しそうに食べてね、うん、美味しいんだから、うん、まあまあまあ、うん、いやね、俺ほんと昔からなんですよ美味しいものでも。 あと親のせいにするの禁止ね。うん、いや俺昔からもうやめよ。食べればいい。昔話やめよ。今は今昔。お前結構するけどね。さっきもしてたし。限定にしよう。リス君だけ限定にしよう。俺だけ限定で、うん、昔話禁止、うん、今しか語れない。今日一回そのルールやってみる。なんでいいの。よくはないじゃん、理不尽だしルール。最近行きたいと思ってました。あ、そう。おー、よかった、いいね、今の話いいね。もうこういうので気持ち綺麗になるやん。確かにね、うん、レンコンずっと大好き。わー、いいね、今いいね。うん、今も変わらずね。ブルーチーズは臭すぎ、キモすぎ。でもそれ今思ってる。今も思ってること。確かにブルーチーズは確かに癖強いしね。いや本当に同じ癖の塊、うん、好きな人だけ食べてくださいっていうイメージかな、はいはいはい、あ、まあ今もね、うん、今だね、今はね、いいね、いいね。リンゴアレルギー、これ今ね、うん、今だね、うんうん、よかった。油物もアレルギーだったからな、これからな。ミスった。じゃあお腹空いたんで食べたいと思います、はい、それでは早速やっていきます。シェイ。え、食べたい。この中に私、もうめちゃくちゃ愛してやまない食べ物があるのよ。え、待って、俺ほんと行数始めたからわかんない、うん、絶対当たる。え、当てれる。ミュー、あるな、当ててよ。当ててよ、あるな。これ、あ、そうだ、え、知ってた、うん、知ってた。なんで。え、もうファシットポテトのイメージしかある。ほんとにね、ルナってね、私のこと知ってる。え、ほんとにね、あの、知りすぎてて逆に怖いと思った方がいいよ。いや、ほんとにね、怖いよ、言っちゃえばね。でもね、無意識なのよ、ほんとに。覚えたくて覚えてないのよ、うん、え、いつからその物覚え早いの。え、ちっちゃい頃から。はい、ほら、昔のこと話すなって、お前。ルナ限定やん。あ、そっか、俺だった。そうだよ。食べていい。いいよ。じゃあ、せーの。いただきます。いただきます。これ、小籠包食べてみていい。いいよ。いや、これとさ、チーズ挟んで、うまいよ。いい。え、マジマジマジ。じゃあ、自分で食えや、うまいと思ってる食べ合わせあんなら。いただきます。これ餃子や。マジで美味しい。どれから食おうかな、うんうん、
くるよ。あ、ソーセージ来ました、うん、ありがとうございます。あがま、今マネージャーにね、うん、ラナにそっくりなね、うん、あ確かに似てるかも、うん、めっちゃ似てるよね、雰囲気似てる、ラナにそっくりな、確かに似てる、めっちゃ、でもほら、ラナじゃない、うん、で、リナ、リナだよね、うん、リナ、どちらかというとコジやろコジにも似てるよ、で、これ食べてみよう、うん、いただきます、ごめんね毛生えてきたいただきます、うん、初めて、うまっ、うん、おいしい、うん、うまっ、え、ケチャップつけてみ、ケチャップあるの、うん、いただきます、ほんとにおいしい、このウィンナー大好き、わかる、このウィンナー、うんうんうん、うまっ、マジでうまい、マジで、うん、やばい、この料理を見るとオーバークック思い出す、いや、本当にやばい、オーバークックやりたいな、マジでやりたい、うん、この間3人でしたもんね、うん、意外とギシ君下手せってなかった、もうそんなことないよね、うん、1日だけもらえれば俺って大抵のことは本当いける、うん、でも、さっきオーバークックやってたじゃん、うん、役割担当決めてんのに、うん、結構自由な行動はしてた、昨日もそうだった、この間かここで、うん、一昨日ぐらいか、いや、お前に言われたかないけんね、オーバークックのあれは、いや、だってみゆちゃんがさ、うん、あの右左ちゃんと決めようねって言ったら、うん、左おったのにさ、キシ君とみゆちゃん右なの、うん、なのに、持ってきたついでに、なんかずっとこっちでうるちゅるしてんのそれがもうマニュアル通りにいったらオーバークックは欲しさもらえないのよ、だからこそ言われてないけど、うん、茶碗洗ってみるとか、うん、やっぱそういう心意気、まあやっぱそうだね、気づいてくれる人はね、いるもんね、うん、てかなんかもうオーバークックマジ大会出たいはなんかないの、早すぎまだまだえ、だったら今度さやりたくない、全クリするまで帰りません、待って、本当にやばいって、マジでやばいって、来週ニコンチでオーバークック大会開かれる、いいね、それで誘ったんだけど予定合わなくていいし、いやそうなんだよ、うんうん、なんかテトリスは本当にレベルを知ったかも、限界を、うん、マジで頭やばい、みんな、え、本当に上手い人ってどんなの、パパ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 パ、マジこんくらいのテンポ、なんかチートしてるじゃん、パパ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 パ、カチャ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 、パケポンみたいな、絶対編集されてるじゃんマジ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 でも上手い人上手いよ、だってさ、うん、このルーブキューブだっけ、ルーブキューブ、そう、でもさ、こんな時間かかるのにさ、うん、めっちゃ早いわけやん、やばいよね、それができるってことは、うん、できんのよ、できんのか、でも面白いなって思ってさ、うん、やってんだけどさ、うん、この人間のおもろいとこだなって思っててさ、うん、大人になったらさ、うん、そりゃバイト行くのめんどくさいしさ、うん、できれば働きたくないやん、うん、なのにさ、子供の頃にさ、うん、キッザニアに行って楽しいみたいな、うん、お仕事楽しいってなって、うん、綺麗に大人になってお仕事楽しくないってなるし、うん、でさ、仕事から疲れて帰ってきて、うん、オーバークックでまたバイトみたいなことするじゃん、うん、なのにオーバークックは楽しいってさ、確かに人間のすごい感情をくすぐってるよね、確かにすごい思った、バイトだもんね、あれもね、うん、でもさ、いつでも辞めれるやん、まあ確かにね、うん、それが気楽なんじゃない、確かに、しかも遊び性じゃん、何回ミスっても、うん、それがクビになっても、うん、できるじゃん、うん、だからさ、改善点があるけどさ、人生って一回やったらさ、うん、そのミスがずっとあるわけじゃん、でもバイトもさ、辞めれるし、むしろお金もらえるんだぜ、オーバークックお金払って買うやん、でもさ、全然違う、人生の経験で会う人のさ、うん、感じとかも、まあね、めっちゃうざい人も会うじゃん、うん、お客さんとかもってなったら、しんどさは違うよ、だからこそ面白いな、あのゲームって思っちゃって、ビール？本当だ。ビール酵母。って何？食べたい。ビール何するのかな？食べたい。柔らかいんじゃん。食べたい食べたい。食べたい。食っていい？マジで食ってくれ。え、食べようね。オーバークック？何も渡さない。いや、ジャムで一番何が好き？イチゴ。マジで？え、ま、マーマレードね。かさ、ブルーベリーだったらどっち？ブルーベリー。ブルーベリー。マーマレード一番嫌いだったの？何も嫌い。わかる。ごちゃまだね。だこれで食べたいね、今日ピーナッツ。いただきます。見てください。何がビール酵母なの？なんかビール酵母とレンリア、あの。レンリア？ビール酵母を配合してソフトにしっとりと焼き上げました。うまっ！うまい！ん？ん？これなら耳嫌いな人でも食べれるわ。うん。もうちょっと気になった。台湾ザクロス。ザクロス好きなの？リンゴ酢好きだったんだよね、うん、アレルギーになる前、今言われると思った、ん？リンゴアレルギーじゃんって、そうそうそう、でも年取ってから行くんだなって思ったうんうん、リンゴ酢めっちゃ大好物だった、それみんなに分けてきて、じゃあ、え、炭酸水あんの？ないよ、牛乳ならあるっしょ、牛乳ではあんの？いや、水書いてあるよ、水、ルナ水にするわ、自分の、私も水がいい、俺お茶
あ、義士立ったついでにさ、料理して料理シーンなんてあるの初めて知った、ここら辺のカメラめちゃくちゃポテト、ポテト、ポテト、ポテトあげて、ポテト待って、この動画って料理シーンあり？ある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 、えぇ、ー、もうした以上やん、じゃあはい、これありがとうございます。うわ、マジか、この動画料理シーンあんの？これもさ、素揚げして素揚げ、レンコンも料理シーンあんの？これレンジでチー大丈夫だから喋っとくよ、こっちでめっちゃガチだるやだ、そんなにガチでる、ガチでる、なんのそんなシーン、うん、ただし聞いてなかった、あなたが悪いよね、これ会議で言ってたから、あ、なんか言ったわ、あ、思い出した、じゃあ喋っとくからね、はい、うん、てか普通にうまい、大バクっぽくやればいい、やってみて、そうしよう、大バクっぽく喋ってこ、OK、じゃあなんかさ、できたやつ全部投げて、はい、置いとくよ、大バクっこでもやるからね、今こう川流れるから、はい、それにね、マジでキッチやったんだ。ちょっと用意しとけよ。よし、食べとこ、うん、え、みんなうまくない？やばい、好きやねんけど、バーベキューとかにありそうだね、うん、夏っぽいことした？もう夏終わるの、やばくない？やばい、夏っぽいこと知ってないかも、今年やった？バーベキューだけした、外で、うん、いいな、川？うん、屋上、えぇ、そんな、あ、バーベキューしたわ、え、サオリンだとかしてたよね、してたよ、サオリンと、ストーリー乗っかってなかった、それ間に合わなくて終わったら私だけ室内だって、あ、そうね、うん、でもなごみとゆうさんって人と、うんうん、ゆうさん家でバーベキューした、うん、あとはなかったかな、なんかさ、会ったことないんだけどさ、うん、みゆちゃんのその話に出てくる登場人物の人、うんうん、なんかわかんないけど顔も見たことないのにさ、うん、ゆうさんって聞いたけど、うんってさ、うん、想像作っちゃってるんだけどさ、合ってると思う、合ってる、合ってる、え、ルナ、ゆうさんないの、会ったこと、うん、ないよ、あのさ、喋る、それ言う。あ、なに？あの？なんで笑ったのじゃあ、あんた。あの、ルーの。え、そうだよね。言うだよ、みたいな。え、ルナちゃん、今日飲み行こうや。行きなさすぎない？さすがに。ねえねえ、海の始まり見た？見てない。話になんねえ。何、もう最終話？うん、次ラストじゃないかな。うん。何しか見てる？ドラマ。今ね、見てない。昔はルナの方がドラマ見てたのにね、うん、なんで最近忙しいの、なんか、じゃあね、最近家におってもすることないんだよね、何してんのじゃあ、昨日も、ようなくインスタも見て、TikTok も見て、うん、面白くないの、どうしよう、考えた、ニキビさ潰すさ、うん、動画上げてたじゃん、ハン君の、うん、あれってさ、どういう流れでさ、動画を回そうってなの、エラたちいつも思い出撮るんだよね、その思い出いらなくない、ニキビの思い出いらないだろ、じゃあね、なんか、え、本当に些細なことで撮んの、え、例えば些細なこと何、え、なんか寝る前にいつもこちょこちょ試合があんねんけど、待って、それも動画撮ってんの、え、それを普通に本気で戦うの、うん、マジでベッドの上でどっちが落ちるかみたいな、でも殴り合ったらルナハンクにかまって思いっきり掴んで、まちぎれるぐらい掴んで向こうがこちょこちょしてくるんだけど、本当に兄弟喧嘩みたいな感じで掴み合う、え、それを動画に撮る、うん、一回待ってや、動画回すから待ってやってやるの、え、もう撮っとくれって言って、それで本気で始まるなんか思い出はマジ作ろうと思って、うん、なるほどね、そう、なんか死んだ時にさ、ないと嫌じゃん、うんうん、撮っちゃうねんな、そういうの、めっちゃいいよね、でもでもニキビだけは本当に不思議な気持ちだった、そうだね、こないだゴスト撮って、なんかやること YouTuber やん、普通にゴストしていいなえ、じゃあ結構やることあるじゃん、そういう時はあんねんけど、うん、お互いが仕事忙しい時って、うん、帰って疲れて寝るだけなのね、うん、でいつも帰ってくるタイミングがほぼ夜なの、お互い、うん、だから帰ってきてそっからさ、なんかしようって言って無理じゃん、うん、そこがむずい、あ、だから前やったらサウナ行こうとかあったけど、うん、それすらも今行かないからさ、え、趣味ないの、うん、向こうゲームやけど、そうなんだ、趣味ある、女の子なくない、趣味って言われても、趣味だからドラマ、今ドラマ、ドラマ映画とかかな、え、それもう見たい見たいって思って見る、もう絶対新しいの出たらすぐ見る、家帰って、そういうことかするね、なんかさ、熱い、熱すぎる、これ熱い、熱いこと食べれない、なんかもしやばいやばいやばい、じゃあ熱いって考えたらあかん、ちょっと待って、涼しいとか考えたら、でも見て、もう見て見て見て、熱いものしかない、もうやばい、芋虫、なんて言った、熱いものしかない、熱いもの、熱い芋虫、やばすぎやろどんな感じ？大丈夫？喋ってるよ、今ずっと。どんな感じ？できそう？できた。
ね、天才。お待たせいたしました。ごめんなさい。お塩とか振ってくれるんですか。ありがとうございます。肘通っていくの嫌だな。でもさ、昔やったらもっとキモいで思わなかった西のこと、うん、失礼しまーす。思ってた。レンコンの素揚げです。うわーデスクだえ、もっとグリアー。お花やん、もう。え、見えますかこれ。やばいね、なんかつまみ食いしちゃったんだろうねあっちで騎士。え、食べてみていいですか。はい、いただきます。ありがとう。ふう、優しい。いただきます。いただきます。これ塩どこにかかったん。これか。あ、うまっ。え、うまっ。うまふぐ、天才。100点。いや、最近ないの嬉しいよ、そのギスくんち片付けに構成。あ、確かに。あれマジでいらんかったもんね、今思えばね。うん、無駄無駄。飲み会の後のさ、缶とかさ、何でるたちが片付けなのかのっていうレベルでさ、片付けてさ、トイレのとか髪の毛落ちたりとかさ、誰がおしっこしたかわからんところをこうやって。え、わかる。本当に何なの。セーフじゃないんだけど。まあ、ちょっと取れたね、数は。あれ再生回数もう嫌だけど、あんな、あと1回ぐらいに嫌だわ、うん、でも多分汚くないっしょ今、うん、今綺麗よ、めっちゃ綺麗。じゃあいいじゃん。しかも俺、クイックルワイパーとかかけるようになったから。成長してんね。階段とかこうやってクイックルって、うん、いや、言いながらクイックルクイックルなんかそういう彼氏だったらちょっと可愛いと思っちゃうわいいね。え、じゃあもしもの話していい、うん、もしも恋人がマジで掃除できない人で、うん、お風呂の排水口閉まってます、うん、それでも買えない恋人だったら、まあお金に余裕あるうちは家事呼ぶかな。その分いいところがあって付き合ったんだろうし。トイレとかもうんちこびりついてる。え、それ一緒に住んでる、うん、なんか俺もできないからさすがにどっちもできないのまずいなって思ってマジ一緒に担当決めようってなるから。うん、とか歯磨きした後タンが下になんか黄色くついてる。てか恋人バカ不潔やな今不潔。うんここびりついて、うん、だからそれをどうやってよくできるっていう。それでもずっと好きでいれるかそれと付き合ったことねえからな。めっちゃ思ってた。めっちゃ汚いじゃん、うん、しかも俺の場合さ、うん、彼女に置き換えるからさ、うん、彼女めっちゃうんここびりついて、俺なんでこんな人と付き合ったんだろうって思っちゃうけど、ね、他は布団のところにペットボトルがめっちゃ置いてある。あー、そんなんや。まあお母さんじゃないんだよとは思うけどね、多分。でもエッチめっちゃうまい。でも全然の許せるかも。もうさ、それ何なの。それ多分関係ないし、別にエッチうまい下手とか。え、さ、エッチうまい下手って何なの。いや男は分からん、女子はよく言うじゃん。筋じゃないの。それ何なのって。え、男よく言えない。こいつはエッチうまいからとかさ、うん、めっちゃエロいからとかさ。え、男が女に。そう。え、なんか男より女の方が聞く。いや聞くよね、うん、こいつめっちゃ下手くそだったとか、うん、そういうの言うじゃん。下手はさ、あ、下手は分かる。分かる、うん、じゃあ、あるんだよ。下手分かるってことはうまいが。だけどうまい何。うまいは何、うん、何から。うまいは分かんない。まだ知らない領域なんじゃないそれは。じゃうまいじゃないよ、多分。うまいじゃなくてさ、うん、行き過ぎたら結構キモくない？キモいの、あれも分かんないの、そのうまいが分かんないから、うん、めっちゃ下手は下手じゃん。ああ痛いとかさ、うんうん、多分そっちじゃん、うんうん、チューも金魚みたいみたいな。チューもめっちゃここよだれいっぱいになるとかさ。ワンちゃんとチューしてる。一回ルナの言ってくれ。キスじゃなくて下手、チュー、うまいね、うん、下手はマジで口周りめっちゃどこにチューされてるか分かんない。そいつやばい。で、ベロ例えば入れてって言われたら歯当たるなんで、なんかしてる最中に向こうは動いてる気だけど全然入っ、あの、動いてる入ってない。舌がってこと。エッチ。エッチ。あ、エッチの話。うん、今エッチの話してる。待って、エッチ。そう、相手は気持ちよさそうだけど実は入ってないよみたいな。あ、そう、あ、なんか、え、これ今何されてんだろう、うん、ってのが多分下手。じゃあ俺がもし下手って言われたら多分歯当たってんだ歯当たっちゃったよ俺だからそういうのが下手ね、うん、そういうスキンシップの仕方とかが全部下手、うん、で、うまいは分かんないけど、まあ平均がまず普通じゃん。まあまあまあ、まあ、できてれば別に下手って言われないのよ、うん、し、これもうまいって言われない、うん、だこれは普通ね、うん。で、右手が何で左手が何なのか分かんない。これは今矢印。矢印これはっていう方、うんうん、これは普通、うん、で、ここに行くとこれのちょっとレベルが上がったバージョンでささやきとか入ってくるの。なんかそういうじらしがうまいんだと思う。ああ。その興奮させるやり方とか、うん、あ、なるほどね。その首絞めとかキモいやん、うん、で、その首絞めはここの上におんの、うん、
を上にいるんだ。そう、ジャンルが違ってちょっとそういうプレー、うん、でもうまいは多分ささやきボイス入ってる。お前が好きなだけじゃない。わかる。もうルナだよね。好きだよね。でも多分わかんないけどジャンルがあるじゃん。そういうさスキンシップにもね。うん、だから多分ここは本当にボイスとか本当そっちなんだと思う。なるほど、ね。あとチューンの仕方がうまいとか。俺ボイパだよいつも。相手どんな感じ？相手も？相手も。死ぬほどおもろいって。で俺も今まで何曲か作ってきたから。あーやばいって。あー面白かった。マジボイパされたらどうする？観覧車の上とかでさ、こうやってマジいい顔の時にさ、ね、チューされそう。そう、もうチューされそう。で、ルナもいいかもみたいな感じで、もう夜景の てっぺん来ました、うん、で、こう寄ってきてちょっと目つぶって、うん、笑ってたもん、一周ばっかり行くの。え、でも逆に好きかも。あー確かにね、うん、なんかあんのかな、そういう経験ある人。あるんじゃない？いるでしょ。でもさ、マジイカれた男とかだったらいそうじゃない？いると思う、いると思う。ね、面白かった。めっちゃおもろかった。皆さん、たらし団子、私が一番食べたかったみたらしさんですよ。はい。あーかわいい。おいただきます。いくら食べてみて。マジでマジ嫌い食べ物だよね。え、ちなみに食わず嫌いで俺これ やってたら分かった？分かんない。分かんなかった？うわ、俺ほんと今思いついた。おまんじゅうにすればよかった。うまくね。マジマジマジ、これおまんじゅうじゃない。嫌いな食べ物。なんで食べて嫌いって思ったの？そりゃそうやろ。え、何の時に？高校生の時とかに断れない近所のおばちゃんとか、うん、団子とかもらって、うわ、なんでこんなの好み食べてんだろうって気持ちになるぐらいダメだった俺は、うん、でもあの醤油団子なら食べれん。うん、これ醤油団子一緒だよ。上にさ、振りで塗ったやつみたいな。あー、マジ焼き醤油みたいな。うん、にゃん、海苔のやつ、ね、にゃんにゃん。これじゃあ食べよっか。ぎうますぎてる、これやばい。でっか。何こんなの素手で渡してくんねん。みんな1個食べれる？ちょっとあんまり…あー、ふわふわ。ふわふわよ。私さ、ふわふわの食パン大好きなんだよね。いいね、お前ら。なんかこういうさ、なんかどっちもふわふわみたいな。何これ、いいやん。なんで俺一番端っこなの？え、耳あんま好きじゃない？いや、好きだけど、これってもう耳なん、これもう。私、耳めっちゃ苦手。うわ、絶対給食あるある、うん、耳だけ全部ちぎってこれだけ食べる女子。君は食べてた。あれ見た？シャオリンちゃんのチームのやつ、プラノ乗ってみた。これ見たよだけ。なんだそれ、お前見るんだ。ジャム、ジャム、ジャム、ハッピー。おー正解。ダメ。なんで置いたら食べないから。ポテト、いいよ。夏休み、今回夏休みやっと来たでしょ、明日から。お盆？そうだ、明日から遅れてのバンバンザのお盆。うん、久々の5連休。何もすることだ。うん、俺花火大会行く。誰と？スキピー。いいね、尽くしてて。なんか意外とさ、ロマンチストだよね、うん、俺サプライヤーって呼ばれてるからね、あのスキピから。何さ、転売あんま嬉しくない。サプライズの職業としてる男。サプライズで連れてくの？もう言っちゃった、それは。でも本当に花火大会って大変なんだなって思う。まずレンタカー借りないといけない、まあ、駐車場もバカ混むからさ、何時に寝ればいいんだろう、ホテル取った方がいいのかなとかさ。絶対混むだよね。で、渋滞したらどうしようとかさ、もういろんな席のチケットとかさ、考えたら花火大会一個行くだけでも結構大変なんだよ。え、だったらさ、もうさ、前乗りしてさ、向こうでさ、遊んでさ、ゆっくりしてて見てから帰った方がよくない？前乗りって今日ってことじゃん。え、明日なの？明日です。混んで事故ったらどうすんの？あんま混んでたら事故なくね、逆に渋滞してたら。玉突きあるやん。あ、そういうこと？うん、確かに俺結構玉突きがちね、めちゃん。うん、玉突くって危ないよね、そんな人混みでさ。ニュース載ってみて、しくな、何の、何の玉突き、何玉突きって、あの、金粉と金粉ついてるけど、そっち系かなと思って、会話入んなかった。これ車、
ボン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 ってね、ボンボンボン、玉突き玉突き玉突きが玉突き事故か。そう、玉突き事故っていう。どうすんの？あんまり気付きや。確かにルナは免許持っても玉なし事故だもん。ルナは玉なし事故だ。何がおもろい？一人だけやで。鼻から小鳥、鼻から小鳥泣いてるよ。え？あのさっきフンフンってやってる時ピン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 ってなった。何そんな喜んでんの？なんかこいつってさ、体から出る自然音大丈夫じゃない？ギシ君のそのピーって音1回でもなったら1回頭ピンとしていい？なんで？なんで？1回聞こう。なってないって今。みーちゃん嫌いで普通に普通に普通に5 10秒間息してせーの2 3。お前嘘つけよ。なんか詰まってるやつも鼻なんか鼻の奥ってこうなってんねん、多分こういう隙間やねんけど、多分ここの先っちょが生えてここら辺まで行ってると思う。あーなるほどね、鼻炎かなんかでもさ、なんか付き合いたてカップル気まずい瞬間、第6位ぐらい、まだウブな感じで一緒に寝るときに、なんか喋るたびにどっちかがスピスピーってなるときない？で、スピスピー、そう、それそうだよね、またスピスピーみたいな、ね、スピスピーって音が小鳥ってことだよね。だけどさ、この鼻をとかやるけど、まだ鳴っちゃうときってあるあるある。しかもさ、こうやるのにさ、何も音ならんとさ、やっと分かるけどさ、ボコ、なんか分かる？あ、分かるよ、あの鼻くそがボルピケゲンって口まで行くときでしょ。じゃあさ、初めましてめっちゃ可愛い子がさ、その音鳴ってました。で、するけどで、だんだん硬くなってきてんの。で、どうする？口開けてみ、鼻くそあるでしょって聞く。好きだよね、鼻くそとかそっち系。いやいや、初めて言ったから。嘘つけよ、お前。本当だよ。みえちゃんとかさ、今こんな感じだけど、絶対実際さ、ねえ、口から出しがち。そんなんさ、周りでさ、儀式とかってめっちゃ爆笑しそうだよね。確かにね。みえちゃんも意外と好きだよ。どうすんの、彼氏とかがそうなった場合。言えない。帰りかしへん。気になって眠れない、夜めっちゃディナーしてる時にさ、お前、なんで出してんだろ、鼻くそ自分から。自分が出してんじゃん、鼻くそ。なんか、それかめっちゃ喋ってて、大事な話してて、ご飯食べてますって言って、ここにご飯粒で出て、取りたいけど取れない状況で、なんか、たまにこうやってやだー、目がついてます。やだ、そういうの嫌なのに。あと食パン、ナイス、頑張れ。ギスプだけ頑張れ。ガーブちっちゃい、本当に鳥みたい。小鳥にあげといてや。うん、なん俺もうこのまま家帰んねん、公園行こう。これまた公園行こう。うん、もう取っといて。食べました、パンは。小鳥とコラボしました。あー、もうお腹いっぱいかも。結構ちゃんと喋った。俺もオーバークックやりたいし。何やったっけ、陥没乳首って。最近なんか言ってたよな。あ、はいはい、お仕事で。あ、みゆが着てた衣装があって、レースってなる。うん、あ、なんかあったよね、服こういうね。そう、なんかレースの上に固めの短タンクトップみたいなやつで、固めの生地で、なんか片方が陥没してたんだよ。そう、だからお前乳首陥没してるぞって言って、そしたらその時のお仕事のスタッフさんの男性の人、マイクさん来て、あ、
うちの嫁も乳首陥没してるんで言って去ってったよね。しかもさ、この距離で、あの聞こえるぐらいで陥没乳首のことについて話してたの、ギシ君。そしたらマイク繋がってることはさ、気づかんかったからさ、うん、こう聞こえてるかもって、向こうでマイクさんが笑ってるの、うん、そうそうそう。でそれでその最終マイクさんが言いに来たんだけど、うん、あ、結構謎だったよね。いや、すごかったね、うん、でもすっごい好きになった、うん、あの嫁の陥没乳首を急に暴露する、うんうん、で去ってったんだもんね。そう、それだけ言って去ってったよね。しかもさ、めっちゃ嬉しそうな顔で言ってたよな。うん、言ってた。陥没乳首フェチなんじゃない？なんで？ということで、はい、はい、残ったんですけど、結構食べました。めっちゃきついです、うん、でもやっぱ業務用はさ、本当にさ、これでもさ、まだ残ってるわけじゃん。いいね。1万円ってもうマジで、本当に主婦からしたらマジで味方なので、皆さんぜひ近くにあると思うので行ってみてください。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、ピン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。君が好き好きが止めらんない。